きなりのトラブルでバッテリーがなくなっていました。さて、今日は General R. Fordがついに動き出した。最新鋭原子力空母General R. Ford、 アメリカからもうじき太平洋を任務に就くとのことです。今までジェネラル・アール・フォードはドックに入り、いろいろな試験を繰り返し、あと問題が多いカタパルトやエレベーターなど、あと着艦、次世代の着艦システムなど不具合が多発している状況を打開しています。完璧とは言えないんでしょうが、やはり建造費がかなりかかっている原子力空母なので、使用することは今後の展開も変わってきます。何しろデータ取りがやはり一番デックになるところでしょう。ジェネラル・アール・フォード、ようやく動き出したということは、やはり太平洋に展開するはずです。まずは多分ハワイへ向かい、そこからどこへ向かうか気になるところです。F-35C も多分艦載してくるでしょう。ようやく C が本格的に任務に就く F-18 だけではなかなか作戦が難しくなってきたんでしょう。これからは F-35C ステルス戦闘機が必要になってくる時代へと突入しています。ジェネラル・アール・フォード、今後期待したい、そんな感じです。ですが、まだまだやはり問題は多いようです。最新鋭の装置、現場の隊員たちは電磁式カタパルトを使いにくいという判断が
出ているのも事実です。蒸気式カタパルトの方が運用しやすい。また価格も半分ぐらいでできるんじゃないでしょうか。建造費が大きく上がってしまう理由がこの最新鋭のカタパルト着艦システムエレベーターによるやはり開発費などが原因と見られます。ですがいつまでもドックに入っていることにもことでは何も解決しない。運用しながらアップデートしていくのが現在のやり方です。完璧を求めるといつまでも世に出すことができない。何でも同じですが、やはり修正しながら完璧を求めていくのが現代のスタイルです。F35 に至ってもまだまだ問題は多いですが、改善していくことは当然見込まれています。フォード級の一番艦ジェネラル R フォード、やはり大きさでは世界一位でしょう。目の前であんなでかい空母を見るとやはりワクワクしますよね。自分の住んでいる地域ではやはり 見ることはできないでしょうが、グアムやハワイなどで見ることはできるかもしれません。空母打撃群ともなればやはり総勢潜水艦を含め10隻以上の軍艦の展開となります。四方八方を守る役割が大切となってきます。空母にはあくまでも攻撃するという目的で作っていませんので、小さい基地という考えのもとで空母は作られています。やはりこれは世界一位アメリカだからできる軍事力なのかなと考えます。他ではなかなか空母を何隻も保有することは難しいでしょう。さてジェネラル R フォード、これからどんな任務に就くのか楽しみに見ていきましょう。それではジェネラル R フォード、ようやく動き出したということは
やはり太平洋に展開するはずです。